はい、こんにちは、皆さん。先日、アマゾンのセールやってましたね。アマゾンのセールも終わっちゃったんですが、実はこの商品まだ値段が安いままなので、ぜひおすすめの一品になりますので、チェックしてみてください。SK ハイニクスなんかで出ているスーパーハイエンド SSD の P41 です。P41 ってなると、もう一個ややこしいで、同じ P41 の違うメーカーのやつが出てくるんですが、今回は SK ハイニクスさんのスーパーハイエンド P41 プラチナの方をテストしてみたいと思います。先日の動画でかつて最強と言われていたファイアクーダ530とかのね、紹介をしましたので、今回はそちらと比較してみたいと思います。まず開封1点、あれ入れ忘れたんじゃねと思わせる箱のデザインです。ちゃんと間に挟まってるんですけど、デザインめっちゃややこしいですね。基板上左側にナンドがあり、右側にコントローラーと DRAM があります。今回は 1TB をレビューしますが、 P41 は全ての容量で片面実装という形で、まあ、非常に扱いやすいですね。両面あるやつはね、まあ、記憶紙のプラスとかそうなんですけれども、あのヒートシンク捨てるときにね、間のね、サーマルパッド高さ調整したりとかめんどくさいですからね。まあ、パッケージは待てた感じ、ちょっと簡素な感じで、そうだね、ファイアクーダーと比べて、あの、ハイエンドによくあるステッカーとか、あれが付いてなかったのはちょっと残念かな。今回は前の動画のファイアクーダー530と、記憶シアのプロもね、一緒のハイエンド対決ということで比較しようと思うんですけど、それらに採用されていたファイソン制度コントローラーじゃなくて、この P41、こいつはね、独自のコントローラーをね、採用しているっていう形ですね。SK ハイニクスさんのコントローラー採用で、そしてコントローラーに続いて何度も独自開発のもので、最新の176層 TLC3D ナンド採用されています。そしてさらに DRAM キャッシュもやはり SK ハイニックス製ということで、コントローラーナンド、そして DRAM キャッシュの3つとコンポーネントが、まあ、全て自社製ということで、完全オリジナルの垂直精査という形になるので、ここがこの P41 の SK ハイニックスさんの SSD の魅力の一つになってます。まさに完全純正 SSD って感じですね。それではね、ご卓いいからもうベンチマークいっちゃいましょう。はい、クリスタルディスクマーク。全体的にシーケンシャルライトで大きく上回ってますね。一番差があるのはランダムリード。これはかなり期待できそうですね。テストサイズによる速度低下も全くと言っていいほどない。ここもいいですね。ベンチマーク上はかなり優秀っていう感じかな。あ、すいません。ちょっと珍相談が来ました。ファイアクーダーと比べてもまあ一回りね早くなってるっていう感じですね。まあ、特にこうランダムめちゃくちゃやばいですよね。これがね実測でどれだけ差が出てくるのかっていうところがねちょっとこれから期待かなっていう感じですね。じゃあ次 ATTO です。同じような感じでブロックサイズごとに、速度比較データをグラフ化しています。ファイアクーダーとエクセリアプロも並べてみました。わかりにくいんで読み書きを別々にしてみます。そうすると読み出しに関しては、ちょっと途中でこのファイアクーダー530とエクセリアプロなんだけども、途中でボコッと凹んでるところほぼ同じような動きになってるけども、まあ同じコントローラーね採用してて、まあ兄弟みたいな感じの SSD なんでほぼ同じやけど、このボコッと下がっちゃってるところが今回のプラチナ41は、全然問題なしでいってるっていう感じですね。まあでも速度は限界突破しちゃってるんで、正直まあここは変わらずやけども、書き込みの方を見てみるともうかなり、P41 が頭一つ抜けてるという感じになります。一番早いのが P41 ね、かなり早い。次にエクセリアプロ、そしてファイアクーダっていう感じになってますね。ということで書き込みにかなり差が出るんかな。じゃあ次は HD チューンプロ。大量のデータを移動するとね、ボコッと速度が途中で下がっちゃったりしますが、この下がらずの状態、めちゃくちゃ最高速度で何ギガバイトぐらい書き込めるかっていうのをテストしてみる、そんな感じのやつです。さて、HD チューンプロですが、数値が測定不可能でした。はじめ160ギガなのかなって思ったんですけど、測定ごとに結果が変わったので、半日置いたら 200GB のデータを使っても速度低下しないなんて結果も出ました。容量がゼロの時ならまだわかるんですけど、50% データを書き込んだ状態でも直らなかったですね。しかもなぜかリードの速度があまりにも落ちていたので、HD チューンプロでは測定不可としました。このソフトでの結果は各サイトでもかなり差があったりするので、残念ながら SSD メーカーによって悪い意味で攻略されつつあるのかもしれないです。ちなみにデータ使用量が 75% の時はだいたい 50GB 程度になってました。この数字が正しければファイアクーダよりはいいんですよね。でも記憶シアプロに比べると見劣りしちゃいますよね。
このあたりはそんなに変わらないんじゃないかなと思ったりします。で、このままでは比べられないので、今回はゲームデータ 400GB 以上連続で書き込んでいる比較を最後に置いておきます。長くなるので動画の最後に置いてますので、そちらを参考にしてもらうのが一番いいかなと思います。ゲームを 0.01 秒でもなるべく早く起動させたい。そんなキッズたちのために次はゲームのベンチマークやってみましょう。3D マークのストレージ用ベンチマーク。だからゲームのロードとか保存とかあれやこれやを数値化してくれます。そして分かりやすいようにこれもグラフにしています。これも全体的に勝利です。ゲームのロードのスコアはもう大きいものはね 32% も上回ってます。しかしゲームの保存書き込みを伴うものでは負けてたりしますね。なんかファイアクーダーもね、エクセリアプロよりも一回り高いっていう感じだったけど、さらに、性能アップしてるっていう感じですね。うん、今のところ数値上ね、負けなしっていう感じで来てますよね。やっぱり新世代って感じかな。新世代って言ってももう1年ぐらい経ってるんですけどね。さて実際のゲームのロード時間を FF のベンチマークを用いて見てみましょう。よいしょ。はい、これも勝ちましたね。これも買ったので実際のゲームロードも早くなりそうですね。1660スーパーのフル HD 見てみると、これファイアクーダー530から 6%、エクセリアプロから 16% も早くなってるんで、まあ、めっちゃ早くなってますよね。 16% って結構大きいんじゃないかな、ということで、ゲームのベンチマークも早かったです。うん。さてそれでは次はデータの受け渡しだね。動画とゲームのそれぞれのデータをテスト用に用意したんですけども、これの受け渡しにかかる時間、リールとライトにかかる時間をテストしてみましょう。これはごめんなさい、エクセリアプロだけ出してます。なぜかっていうとファイアクーダ530をデータ受け渡しの受け側としてテストをしたからです。よいしょ、こんな感じです。これはわずかに P41 が買ってるっていう感じかな。うん。まあ、DRAM ついてるんで SLC キャッシュ消失しないと思うんだけども、初めからデータ圧迫した状態テスト一応してみました。まあ、大丈夫そうですね。これ数値のね、ちょっと、ズレがあったりとかするんやって、これ SLC キャッシュが完全に回復しないとかで、こういうバラつきあったりするから、あんまここは気にしなくていいと思います。うん。やっぱり若干ちょっと早く受け渡しもなるのかなっていう印象やけども、ただ常に P41 が買ってるかっていうと、そうでもないような気もするんですよね。なんかゲームのベンチマークに比べて、まあそんなには大きくは違わないのかな。特にリードの部分でちょっと実は待ててたりもするから、これ HD 中プロの時のさっき懸念材料の一つとしてあった、まあちょっとリードの数値が高くないっていうのもあって、ここがもしかしたら影響してるのかもしれないね。だからまあ、ゲームのベンチマークに比べるとそこまで大きなインパクトはないのかなっていう感じがしました。はい。とまあ、見た感じ、性能はやっぱり一回り高くなってる感じですよね。で、気になるのが、ここまで性能高くなったので、温度がね、どうなってるのかなっていう感じで、温度の測定行ってみましょう。温度の測定、まずソフトのモニターツールを使ってやっています。やり方はクリスタルベンチの 64dB かな。これのリード5周ぐらいやってます。そして50度を最低温度として5回ぐらいですね、テストすることによって、ヒートシンクが熱々になるまでやってますので、真似しないようにしてください。あ、そうそう、このソフトウェアのモニターツールを、用いた温度の測定はエクセリアプロが外してます。P41 とファイアクーダの方は、何度に温度計あるんですけども、エクセリアはね、コントローラーに、温度計が置かれちゃってるので比較できないので、ファイアクーダとの勝負になります。このテストね、4回回した時点でお互い最高温度まで到達したのでやめちゃいましたけども、最大が、ファイアクーダー66度やったけども、P41 の方が3度ぐらい低いっていう形でしたね。うん。全体的なベンチマーク数値はファイアクーダーより高かったけど、3度ぐらい P41 の方が低くなってるということで、いい。この数値がね、正しいのであれば、いいですね。まあでも SK ハイニックスだということで、どうだろうね、ソフトウェアディスオとかね、そういうものがないことを願いましょうということで、ソフトウェアじゃなくて実際に温度を測ってみました。ヒートシンクを外した状態で、最近買った温度計でピピッと測定してみました。 DRAM とコントローラーね、両方とも測定してます。ヒートシンクつけられへんからね、すぐに熱々になっちゃうんで、これはクリスタルディスクマークのね、 1TB を一周だけしてます。で、温度計で測ってみたんやけど、温度計ではね、ファイアクーダと違いはなかったですね。まあ、確実に言えるのは、エクセリアプロが低すぎる。まあ、調整入ってますからね、こいつは。エクセリアプロの温度が低いのは、前の動画を参考にしてください。
まあ、ファイヤーコーダーと比べて実測は変わらんという感じやった。まあ、クリスタルディスクマークの一周だけやから、まあ、ヒートシンクしてないといえど、もうちょっとやってあげれば差は出るのかなっていう感じもしますけどね。でもヒートシンクついてない状態で使わへんと思うから、これ以上テストをしてもね、まあ別に意味ないんじゃないかなと思うし、もうこの時点でこんなに差が出てないんやったら、まあどっちかっていうと、まあ性能がまあファイヤークーダーよりも、ファイヤークーダー530よりも高くなってるねんけども、温度はまあ同じぐらいでもできるよっていうことで、まあ性能から考えると、まあ結構いい感じで発熱量はまあ低く抑えられてるというふうに言えるんじゃないでしょうか。どうだろう。まあ、ランダムがあれだけ早くなってるわけやからね。それでは最後にね、金額をね、見ていきましょう。今回紹介した結果的になったね、理由として、やっぱ Amazon でね、もう値段がめちゃくちゃ安くなってるから買いなんじゃないかということでね、おすすめしているんですけども、先日からかなり安くなっててね、1TB 見てくださいよ。13,163円ということでさ、Xperia Pro よりも安いんだわ。これはもう、どうしようかな。で、通常価格、セールになる前の金額見ると、まぁ、ちょっと高かってんけども、これでもファイヤークーダーよりも安いから、ぶっちゃけもうファイヤークーダー530、ちょっと寒いよね。まぁ、通常価格で見ると、1TB も、2TB も、Xperia Pro の方が安いんかな。まぁ、通常価格であれば、まぁ、考えさせられるかなっていう感じやん。でも、今の状態の価格が続くんであれば、うん、まあ、性能上がってるからね、Xperia Pro の方が、まあ、発熱があまりしにくいっていうところかな。まあ、そこの調整が入りやすいっていうところが、まあ、一点二点やね。ただまあ、ブランドとかを、まあ、こだわらないのであれば、まあ、正直この数値を見ると、まあ、ぶっちゃけ Fire Cooler 530は、あまりっていう感じですね。あまり旨味がないような気もします。まあ、性能重視の人にとってはね、Xperia Pro も、2TB ではね、価格帯でも少し不利になるかな。まあ、でも温度はね、Pro の方がかなり低いんで、発熱が気になる人は Pro に行くっていう感じかな。さて、ということで、まとめ。ST ハイニックさん P41 は、ファイヤークーダー530とかよりも、早かったですね。進化してると言ってもいいんじゃないでしょうか。しかし、クリスタルディスクマークとかの表面上のベンチマークで出ているようなバチクソ高い数値は、表面上だけであって、ランダム性能とかの数値はね、実測にはね、そこまで差は出てなかったっていう感じですね。ゲームのロードでは、圧倒的に上回っていて、間違いなくゲーム用のスーパーハイエンド SSD と呼べるでしょう。しかし、ゲームのデータ転送とかもね、75GB のものであれば、それほどな差は出ないので、まあ、ここはあまり旨味はないですね。動画の一番最後に置いているデータ転送の速度においては、ぶっちゃけそれほどの差はなかったっていう感じですね。まあ、ここもほんの少しだけ早いっていう感じかな。意図的ではないとしても、ベンチマークではかなり大きな進化に見えるんですが、実測はやはりそれほどでもないっていう印象です。P41 が進化したのは、主にベンチマーク、そしてゲームでの使用、そしてデータ転送で上回っていたとしても、ほんの少しという感じでしょうか。価格は、現在の価格は壊れてます。壊れてますね。これ安いですよね。まあ、SK ハイニックスさんがダメっていう宗教上の理由があるのであれば、ちょっと残念なんですけども、まあ、そうでなければ別にファイアクーダとね、シゲートと、まあ別にこだわりがないっていうのであれば、残念ながらファイアクーダ530が選択肢になるのはちょっと難しいような気もします。通常価格ではファイアクーダともそれほど差はなかったりするので、そのお得感も少し薄れてしまう、そんなイメージです。セールの安い金額だったとしても、まだまだエクセリアプロは戦えそうな感じですね。まあ、性能がちょこっと上がってるので、まあ、その分ね、割合的に熱がね、同じぐらいということで、まあ、発熱がね、抑えられてるというふうに考えられるんですが、発熱が気になる人はやっぱりXperia Pro を買った方がいいかな。特にゲームの性能が高いように見えるんで、少しでもね、ゲーム性能上げたいんだっていう人は、SK ハイニックさんの P41 をお勧めします。セール価格でね、1TB モデルを悩んでる人は、まあ、この価格やったら今すぐ買っちゃってもいい、そんな金額だと思います。ということで、また一つですね、スーパーハイエンドの SSD が進化したということなんですけどね。でも先日の Amazon のセールでもう一個ハイエンド SSD 買っちゃいました。ついにウェスターデジタルさんの SN850X スーパーハイエンド買ったんで、今回こいつね、あのヒートシンクもオリジナルのやつがね、もうプラス1000円ぐらいしか変わらなかったから、かっこいいね、ウェスターデジタルの、ヒートシンク付きのものを買っちゃいましたんで、これもテストしたいなと思います。